この水素焼き、初めて聞いた方も多いと思うんですが、これ絶対来年以降来ますから、今からしっかりと押さえておいてください。この水素焼きの特徴なんですけれども、外はカリッとしていて中はとにかくジューシーなんです。この水素っていうのは燃やすと2000度という強い火力を出すんですけれども、同時に水蒸気を発生させるから、これで蒸し焼きのような状態になるんですね。そのためなんですが、今回も食べてきました鹿の肉、それからエリンギ、焼くとあのパサパサになりがちな食材がですね、非常にジューシー、もうエリンギなんか噛んだ途端に水分がジュワッと広がる。で、最大の特徴、水素焼きエコなんです。 CO2 二酸化炭素一切出しません。もしもですね、コンロのガスを全て水素に変えることができれば、地球にも優しくていいことずくめということになります。味よし、環境にもよし、水素焼き、今この新たな調理法に世界が注目してるんです。